とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていこうと思います。これですね。昨日入手しました、ピンクスコーンドレルです。251まで上げてますね。黄金が虚無。下を、クールダウンショット、バーストボーストリング、ロールチャージとなってます。まあ、全体に虚無をばらまきながら、雷の矢筒でもダメージを与えていく。そういう感じですね。これでちょっと使ってみようと思います。で、それプラス、実績も一つ解除していきたいと思います。ここですね、実績を解除する場所は、ゲイルのガントレット。ここを、黄金のオウムを装備した状態でクリアらしいんだよね。まあ、それだったら簡単だよね。アポカリプス難易度っていう風には書いてあったんだけども、まあ、25でも全然クリアできるでしょう。いた！黄金のオウム。うん、こういうペットとか最近全然つけてないからね。最初からあんまつけてないか。うん、まあ、とりあえずこれをつけてクリアしてみましょう。それでは行きましょう。どんなところだったか全然覚えてない。実際こう、あんまりやったこともないんだよね。試練に合格する。こんな感じだ。ああ、なるほど。こういう敵が出てくる。あ、これはね、矢がなくなる。うん。絶対なくなるわ。んで、試練っていうのは何だったっけ？なんか、スイッチを押すとかそういう感じだよね。どこにある？下にも行ってみる。ああ、下が結構あるな。もう、その試練っていうのが何だったか覚えてないけども、多分スイッチを押したり、あと、あれ？あれだよね。あの、強制戦闘をクリアしたりとか、そういう感じだとは思うんだけども。あ、オッケー。矢は、うん、たまに出るな。まに出て、これプラス矢筒があればいけるかな。いや、なんかここめんどくさいな。あ、なんか迷路みたいな感じだったっていうのは覚えてるな。うん、なんかジャンプして行かなきゃいけないとことか、そういうところもあったよね。まあ、とりあえず進んでみましょう。おお、あ、なるほどね、こういう場所があるのか。なるほどね。テンペストゴーレムの部屋みたいな感じだ。うん。にしてもね、ピンクスコントレルがやっぱ強いね。すんごい強い。うん。やっぱこの激怒が発動するっていうのもいいし、全体に攻撃がしっかり入るっていうのが、ものすごくいい。いやー、使いやすい。やっぱりあの冬の指先だったらば、まあ、全体にはまあまあ当たるには当たるんだけども、あれとはまたちょっと別の感じだもんね。これはもうピンクスコンドレルの方がこれは使いやすいかもしれない。まあ人にもよるかもしれないね。好みはあるわ。で、ここを抜けたらどんなのがあるんだい？とりあえず矢が欲しいところだけども、行きましょう。愛のメダルとこのコンボがすごい。ん？なんだここは。あー、こんなところだったね、そういえば。はい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 。こういう場所、こういう場所。あったあった。いや、めんどくさいところだな、これ、ほんとに。これ全部押さなきゃいけない感じ。だよね。多分これ全部解除していかないと、先に進めないタイプだ。来ない？来ないか。いや、長いね、ここ。ほんとに。ステージがものすごい長い。全部、解除していかないと進めないってやつ？
だろうね。いや、こういうところがね、嫌な場所だ、ほんと。他は、お、他はスイッチないか。いや、何のためのスイッチかが全く分かってないんだけど、まあ大丈夫でしょう。にしてもね、ピンクスポンドレーが強い。うん、でもこの激怒がものすごくいいね。愛のメダル使ってるからさらにいい感じになってるんだけども、激怒だけでももうすごい戦いやすいと思うし、やっぱりこの長弾はすんごい当たる。もう画面全体だねに当たるし、それが虚無るし、いやこれは本当におすすめだわ。もう首の指先よりもこっちの方が個人的には好きかな。終わり？いやまだいるな。最後の最後結構長い。おお、ボスいるんだ。いやでも出る場所が分かってればもう本体そこだからね。オッケー。あ、終わりか。で、オウムもいるよね。オッケー、オウムもいます。これでクリアすればオッケーでしょう。いや意外とこのステージ長かった。はい、では実績解除できたか。よし、来た。黄金のガントレットゲットです。はい、ということで戻ってきました。今日はねこれ使ってみました。ピンクスコーンドレルの虚無クールダウンショットバーストボーストリングのロールチャージですね。使いやすい、本当に使いやすい。ただ矢の弾数は少なめです。少なめなのでちょっとね矢の増殖は必要になるんだけども、いや使いやすい。やっぱりねパワフル長弾がものすごい強いし、あと、激怒か。あれが結構発動するので、いい感じですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。